吉田さん、年を取るとね、視力が落ちるらしいです。私はおかげさまで、まだまだ全然いけるんですよ。ちなみにですね、性欲もね、全然落ちてないですね。男性の性欲って20代の、半ばから後半にかけてがピークで、そっから落ちる一方らしいんですよ。で、落ちたらもう戻らずに、緩やかに維持するというところがやっとらしいんですよね。だから、なんかむやみやたらにね、恋愛がっついたりとかね、なんかあんまりしないそうです。ただチャンスがあったらまあまあ手出そうかなぐらいの気持ちはあるみたいですよね。そこまでエネルギー傾けなくなるそうです。まあそれは性欲がなくなると同時に他のことへの興味や関心にエネルギーが分散していくと言ってもいいのかなと思いますね。まあとりあえず私は全然もうね、今のところはね、そっちの方も全然心配がないというところですね。やっぱこう健康状態を保つとか、しっかり寝るとかね、やっぱりいろんなこう精神的な要素とか肉体的な要素、それから環境要素をね、いろいろ絡め合って、もう心配事がないとかね、伸び伸びしているってことが、もうぐっすり眠れるし、美味しく食べれるし、昨日ね、ステーキ食べに行ったんですよ、誕生日なんで。で、500グラムのね、ステーキのコースをお願いしたんですけども、前菜がずっとあってね、で、メインディッシュお肉がドンと乗るんですけども、他のね、家族はね、100グラムとか150グラムとか食べてるんですよ。私だけ500をドーンってやってからね、500グラムになると通常のステーキ皿に乗らないんで、デカめのステーキ皿でね、テーブルいっぱいになりましたね。で、以前私はね、いきなりステーキで900グラムは食べたことがあるんで、1キロぐらいはいけるなって自信があったんで、500グラムでもまあ、まあまあ大丈夫だろうと思ったんですけど、全然大丈夫でしたね。500グラムを食べた後、その後ね、解散して私ラーメン食べに行きましたね。だから食欲も全然落ちてないし、夕方にはお腹も空いたんで、多分消化吸収能力も高いと思うんで、未だにね、なんかね、20代30代ぐらいのパワーを宿しているんではなかろうかと思いますね。で、そもそもの30代の中盤から後半にかけて、毎晩キャバクラで飲んでいたんですよ。もうそれこそお酒本当によく飲んだなと思いますし、時には福岡に行って飲み比べしたりとかね。で、そういった模様を現地のキャストさんのブログに書いてもらったりとかして、結構盛り上がってね。もう大体ね、7時ぐらいに飲みに行くでしょう。そしたら深夜2時3時までキャバクラで飲んで、そっからホストクラブ行って、で、昼の1時ぐらいまでね、飲むんですよね。で、昼の1時ぐらいにもう本当フラフラになりながら帰ってですね、で、一眠りすると5時ぐらいに目が覚めるんで、またそっから同伴スタートですよ。なんか福岡の飲み屋担保も楽しかったですね。でもそういう風にして30代の後半過ごしても体力の衰えって全く感じなかったんですよね。あれから十数年経って未だに全然大丈夫ですね。今お酒とかそれからタバコのね、煙の環境ってのを完全に抜けたんで、もっともっとなんか健康には伸びしろがこの10年ついてきたかなと思いますね。特に筋トレもできたんで、なんか未だにパワフル全開で、衰えることを知らないなっていうところですね。おかげさまで。はい。なんかね、自分のね、健康自慢をしたようです。悪いんですけども、何が言いたいかっていうと、年齢を重ねるとね、体力を衰えてきて、20代で30代で1日でできたことも3日ぐらいに分散しないとできなくなってくると。例えば本を読もうと思っても、もう目が疲れてね、全然読めないから、一冊読むのにもすごく時間がかかったりするんですよ。で、吉谷さんがリカバリーが効かないって言ったでしょ。まさにそれがあるんだなと思いました。これから私50代を生きるわけですけども、やっぱ50代でね、重大なミスをすると、多分その後のリカバリーって非常に難しいんだと思うんですよ、通常はね。私は40歳になるまでに3000万以上の借金作りましたけども、でも50代で3000万の借金作ったら、もはや35年ローンとかでは返せなくなるんじゃないかなと思うんですよ。そういうことを考えたら、やっぱ早めに手を打ってないといけないし、早めに動いてないといけないし、で、人生のピークはね、なるべく後ろの方にずらした方がいいんですけども、そのためには若い頃からアグレッシブに活動してる必要があるんですよね。人生の前半でのんびりしちゃうと、ピークはもうすでにその中に入っちゃうかもしれないんで、あとは本当にね、維持するのがやっとみたいな感じになると思うんですよ。でもまだまだね、吉田さんじゃないですけども、挑戦していろんなことをね、楽しんでいくと、人生のピークはまだまだ後半の方にあるような気がするでしょう。少なくとも吉谷さんは今までにも人生のピーク感じたと思いますけども、でもこれからももっとすごいことがあるんじゃないかなってワクワクするところもあると思うんですよね。車で旅に出るといろんな発見とか感動ってあるじゃないですか。それこそ新しい出会いにもどん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 ね、
向こうから出会ってくれる、向こうから連絡があるみたいな形で来るんで、あの出会いに困ることもないと思うんですよ。しかもその向こうから来る出会いっていうのはすでに吉谷さんのファンっていうフィルタリングをかけた状態で来るんで、結構いい感じで進むと思うんですよね。まあ似たようなところ私も持ってるんで本当に心から感じるんですけども、これからもまだまだね挑戦意欲を失わずに、もう欲得にねまみれていきたいなというところでございます。はい、で今日のねお話はね、孫子でいきましょうか。戦って勝つのは下策、戦わずに勝つのが最上策ということなんですよ。つまり戦わないとわからない、やってみないとわからないっていうことではダメだということなんですよね。もうやらずにわかる状態ってのが、まあ本道だということらしいんですよ。これは私もそう思ってですね、例えばね今 YouTube の動画のキャッチボールやり取りしてるんですけども、やっぱりね、あ、いける人だなっていうのと、これは無理だなっていうのと、早めのうち分かっちゃいますね、早めに。それこそね、動画のやり取りね、50本、100本やんなくても、最初の2、3本で、あーっていうことになってくるんですよ。あ、なるほどな、と、どこまで続くかなみたいな感じでね、なんか当てにできないような感じになってきますよね。だからこそ、こっちもなんかそういうテンションで作るってわけではないですけども、もっともっと突っ込んでいこうみたいなことにはならないんですよね。まあ、ガンジーもね、すごくいい言葉を残してくれてるんですけども、やっぱり偉人っていうのは、死後もね、偉人ですよね、ずっとね。まあ、すごいことだと思います。最近 NFT 事業っていうのに参加してますけども、ガンジーの言葉を NFT 化して、それの所有者になるっていうのは、なかなかのブランドだと思うんで、もしかしたら、こういった意味でも、過去の偉人の NFT 化っていうのは、大きな大きなマーケットを作るのかもしれないなと思ってますね。いやー、本当にすごいですね。お疲れ様でございました。それじゃあ、今日も営業開始です。お誕生日おめでとう。